ミュートしてたの。
その方々を救うことができなくて、本当の意味で、ご通行中の皆さん、お買い物中の皆さん、私たちは今日この場所をお借りいたしまして、拉致被害者救出のためのデモ、そして午後は集会を行います。
から跳ねている写真、あるいは手に掲げている写真が政府に提出してかかわらず、自宅を設置に許されたある方々の写真です。その方々すべてがご家族とただいまお帰りの言葉を返すことが回すことができない状態で続いてきております。皆さん、お家に帰ればご家族のおられる方はただいまと言われるでしょう。そして帰ってきた人たちはお帰り、お家の方はお帰りと言って迎えると思います。その当たり前のことができない方々がものすごくたくさんの数をおられるんです。被災者を救出することは、その人たちを私たちが当たり前だと思っているような、そういう状態を持っているということです。そしてそれができなければ、今お帰りただいまというふうに言える普通の生活をしている私たち自身の生活も脅かされていくことだろうと思います。どうか皆さん、このような感染症騒ぎ、コロナウイルス騒ぎの中ではありますけれども、ぜひとも皆さん方にご協力を賜りまして、そしてコロナ問題の一点を少しでも進めてまいりたいと思います。大変この商店街の中、お騒がせしていますけれども、皆さん方のご協力をお願いいたします。今この4枚の人1人が掲げておりますから、これは特別の女性で学会の人たちで、この人たちから他の人の人も挙げて、そして大変の課題が見えないという舞台が続いております。またこれらの方々の中には高齢者の長屋さんの病院、外国人、あるいは外国朝鮮人の拉致被害者の方も少なくおりません。全ての拉致被害者を北朝鮮から解除、そしてまた北朝鮮に仲間を騙されて渡っていって、そして向こうで日本に帰りたいという思いをその中から解除もできないでいる外国朝鮮人、あるいはこの車、あるいは家族の方々を持っていますので、どうか皆さんの支援をよろしくお願いいたします。私たちは今日18日から天気海岸の天気ホールで最初で日本へというタイトルで集会を行います。私たちが本年の時を行っていますので、ぜひ、自分たちのところにもご参加いただきますように、お願いをいたします。そのために、このデモの先頭を歩いております、ご家族の皆様にとって、このコロナウイルスの時において、安心感を受けることが一番の恐怖でもあります。何とかして、そういうのを最後に取り返して、そしてご家族に甘えますと言ってくれるように、ご家族がお帰りと言って迎えることができるように、皆様方のご協力をよろしくお願いします。で、今日はこの皆さんにお帰りたくて、ご家族のただいまお帰りということを話すことができない状態が続いております。それぞれの人にそれぞれの重いドラマがあります。どうか皆さん、この本来の解決というのは、私たち自身の安全を守っていくということでもあります。拉致被害者を取り返せない国であれば、また次の被害者が出ることは間違いがありません。私たちは安全のままという意味では、被害者の救出のために
Thank you.
ご自分の夢を持ち、将来に希望を持っていた時の写真ですが、その希望も夢も叶えられるのがなく、今日に立っております。被害者を救出して、そしてご家族の間でもう一回、ただいま、お帰りという言葉を書き合うことができるように、ぜひ皆様のご協力をお願いいたします。本日は、このセンター街をお借りいたしまして、大変お待たせをいたしております。こういうコロナウイルスの騒ぎの様々だからこそ、雑誌会社の休日のために、皆様のご協力をお願いいたします。で今日は、13時30分から、公園30分から、デモはここまでで流れ解散になります。それではここで写真を回収いたしますので、写真を担当者に渡していただいて、そして、すいません、1時30分から県民会館の方になります。開始の15分前、1時15分から、開始前ですけども、映画の拉致の場面のちょっと一部をですね、上映いたしますので、もし15分ほどまでに入れる方は入っておいていただければと思います。写真回収いたしますので、すいません、でもご参加いただいた皆さん、ご協力ありがとうございました。
皆さんよろしくお願いいたします。今日は、神戸でですね、拉致被害者救出の、デモと集会が行われました。そちらの方のご報告をさせていただきたいと思います。はい、お疲れ様でした皆さん。ありがとうございます。デモの動画の方をですね、ツイキャスで歩きながら、後ろの方だったんですが、歩きながら撮影をさせていただきました。はい、シンマンさんも朝から神戸の方に来てくださいました。ありがとうございました。たくさんの仲間が集結しました。全員で約100名、きちんと数えた方のお話ですと80名ほどの方が、この新型コロナウイルスで、騒ぎの中、マスクをつけてくださって、でまたマスクの方に拉致被害者救出というシールを貼って、皆さんでこう理路整然と静かに、デモを観光することができました。マスクのね、アップの写真ちょっと見ていただきましょうか。こういう感じでちょっと見えにくいですかね。不燃布の方のマスクに、はい、シールを貼りまして、たくさんの方にご参加いただきました。はい、そうです。レイコさんもね、救会福島の代表ということで来てくださいました。あとね、花岡さんもね、救会埼玉から代表ということで来てくださいました。テレビでもね、ニュースが、神戸の、サンテレビなどのニュースで流れていたようです。はい、他の報道機関ではどのようにニュースが流れたか、ちょっとそこまではチェックできてないんですが、はい、みんなでね、デモ前にアルコール消毒も、しまして、マスクも必ず着用していただいて、ない方は、衛生、用品を皆さん、こう、荒木先生もご用意されてたので、必ずマスク着用していただいて、手の消毒もしていただいてということで、で、アナウンスは、荒木先生が先頭でお話をされながら、マスクプレヒコールはなしということで、静かに、市役所前から三宮センター街を通りまして、元町のセンター街の方へ抜けて、大丸前で終了となりました。こうやってね、背中とか、肩とか、胸の方にも特定失踪者や拉致被害者のご家族の、ご家族じゃない、被害者の方の、失踪当時のお写真を貼りまして、結構ね、街に、神戸の街の人たちはこう、なんだろうっていう感じで興味深げにご覧になってました。市役所前を最初に通り過ぎるときに、ガードマンさんが、お疲れ様です、ありがとうございますと、はい、デモ隊の方に一声お声掛けがあったのが嬉しかったです。で、デモは無事に、静かに理路整然と警察官の誘導を受けながら終わりまして、で、お昼1時半から3時半過ぎまで兵庫県民会館の方で集会の方も行いました。はい、ありがとうございます。上山さん、お疲れ様でした。そうですね、アナザーアナザーさんもね、デモに参加してくださいました。 ね、ガードマンさんの声がね、嬉しかったですよね。はい、永田先生、お疲れ様でした。本当にありがとうございました。永田先生は、
この間ね、亡くなられた、有本海子さんの、お写真も持たれていましたね。はい。三浦小太郎先生、西村慎吾先生、撮影に稲川和夫さんも来てくださってましたし、はい、松本照明さん、藤田隆さん、たくさんの方々がご参加してくださっていました。中曽千鶴子さんとかね、はい、で私もたくさんの方々にご挨拶ができてよかったです。はい、あ、はい、おつるさん来られてました。で、今日はそちらのデモと集会の合間に、ご参加していただいた先生方からボイスメッセージをいただいてきましたので、聞いていただきたいなと思います。はい、黒坂誠先生もね、ご参加してくださいまして、はい、まず黒坂誠先生から、メッセージ聞いていただきたいと思います。ちょっと待ちくださいね。綺麗に聞こえたらいいんですけど。はい、こんにちは、黒坂です。神戸のデモに参加しています。これから集会です。今北朝鮮なかなかコロナウイルスで相当外貨の入りが厳しくなっていて大変だと思います。で、どうも脱走者の方からの情報によると、金正日の周りの妹さんですね、それとあとお姉さんもなんか高い位置になってらしくて、それからどこまで本当わからないけども、ヒョン・ソンウォルという愛人らしい女性もなんか高い位置になんかいるというなんかすごく変なことが起きています。で、それ本人もすごく体をおかしくしてるらしくてね、非常に不安定な状況です。今こそもっと我々が北朝鮮を攻撃すると、僕の主張では思想攻撃を彼らに加えるというのをもっとやるべきだと思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。あ、よかったです、綺麗に聞こえて。はい、それからですね、次の方のボイスメッセージはちょっとお待ちくださいね。三浦小太郎先生からのメッセージを聞いていただきたいと思います。はい、三浦小太郎です。ただいま神戸に来てます。今回の集会はね、どうしても来たかったので、断固として来ました。不要不急のものは確かにやめるべきかもしれないけど、今この集会が延期されたり中止されたりそんなことになった場合は、北朝鮮だけじゃなくて日本政府にもものすごい間違ったメッセージを与えることになってしまうと思います。そのつもりで今日は来ました。できれば、この集会にはね、僕個人の希望としては本当は拉致担当大臣が来てほしいくらいに思ってます。竹島の日の集会に内閣の人が誰も行かないってのも僕は問題だと思うけど、今日拉致担当大臣も、国会議員の人も拉致議連の人ももし来てないとしたら、この方が僕ははるかに深刻な問題だと思ってます。でも、もちろんね、無理して傾向が悪いのに来る必要ないけど、今日ここに集まった人たちのメッセージというのが今の日本政府と北朝鮮両方への正しいメッセージになることと思います。はい、ありがとうございました。はい、三浦先生のボイスメッセージでした。そうですね、山根子さん、やっぱ北朝鮮ちょっと異常事態だなということは、有識者の先生方皆さんおっしゃってましたね。でも今、日本の国民、日本の国家姿勢が問われていると思います。新型コロナウイルスのことで本当に大騒ぎが続いてますけれども、私はもう1000人近い人たちが日本から無理やり拉致されていったということを
とっくにもう日本は有事だったんじゃないかなという気持ちでいますので、まあ、今の騒ぎぐらい、拉致被害者奪還が叫ばれていたらいいのになというような思いもあります。はい、次のメッセージは斉藤ひろ子さんです。はい、斉藤ひろ子さんは、この方は1961年20歳の時にですね、北朝鮮に帰国事業で渡られました。ご主人が在日朝鮮人の方だったんですね。はい、それからですね、60歳になってから、日本の外務省を通じて何度か日本の方に帰国されまして、今、もう年齢が80歳近い、78歳ですか、大変辛い思いをされている方です。お子様も 何名か亡くされていらっしゃいます。一人は飢餓でね、はい、亡くされています。斉藤ひろ子さんのメッセージを聞いてください。山田文明と言います。すいません、間違えました。失礼いたしました。もしもし、斉藤ひろ子と申します。今日の集会とデモについてのお気持ちを。そうですね、まあ一日も早く拉致被害者の方たちを助けたいですけどね、それが一番ですね。はい、北朝鮮の人民の方にも平和と自由な解放をというふうに願われているところですね。はい、まあ、ともかくもう今のところは拉致被害者の方たちがこんなにたくさんいるとはね、私も思ってもいませんでした。ここに来て拉致被害者の方たちがいらっしゃるということを分かって本当にもう私もびっくりしたわけですね。はい、で、まあ、それからはもうずっとまだ子どもたちはあっちにいる子もおりますけども、それ以外に本当に拉致被害者の方たちは自分たちは拉致被害者だっていうことを口に出すことができないんですよね。だからなおさらどこに拉致被害者の方がいるかいらっしゃるかわからないから、それを探すのに本当にもう苦労だと思います。だから私の思いでは拉致被害者の方とか日本から帰った帰国者の日本人妻とか、そういう区別なしに本当に日本人を助けてくれと、そうすれば朝鮮でも日本人だとすれば拉致問題のことをもう出さないようにして、本当にそれで自分は生きるだろうと思って、こう別々にしないで、ともかく北朝鮮にいる日本人を助けてくれと、そう言えばちょっと朝鮮でも考えてくれるんじゃないかなっていう思いですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、この方はまだ子供さんも、お孫さんもまだ北朝鮮にいらっしゃいます。2名ほど呼び寄せられましたが、6名中何名か亡くなられまして、はい、斉藤ひろ子さんのね、記事がありましたので、今こちらの方に URL を貼っておきます。はい、日本人が拉致されたことに対して自分はまだまだ声を出して訴えていきたいというふうにおっしゃっていらっしゃいました。それからですね、北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会の代表、山田文明先生のお話、ボイスメッセージになります。山田先生は大阪経済大学
経済学部准教授でもいらっしゃいます。はい、黒坂先生とすごく仲良くされていらっしゃる方です。はい、ちょっとボイスメッセージ聞いてください。山田文明と言います。はい、北朝鮮帰国者の命と人権を守る会という機関事業で北朝鮮を行った人たちの問題を取り上げている団体に属するものです。そうですか。荒木先生中心になって大阪で、いや関西でこういう取り組みができた。なかなか関西ではうまく大勢の人たちで頑張ることができずにいるんですけれどね、こういう機会ができて本当に良かったと思います。本当に長い間かかりながら目に見える意味ある前進がないというね、深刻な問題ですので、こんな中で日本としてやるべきこと、私たち日本社会がやるべきこと、それはまだまだある重要な問題があると思ってます。そのことが何もできないままですね、政府がやってくれとかいうふうな姿勢ではこの問題ダメで、それぞれの地域住民が、またその都道府県が、そこが何をするのか、それを地方議会の議員の方および首長の人たちが考えてやってもらうべき課題がたくさんあると思ってます。そういうことを取り組んでいただけるような世論作りといいますかね、そういうことをしっかりしなきゃならない、そういう明確な課題が何かを今後私たち伝えていく必要があると思ってます。そういうことへの一つのきっかけにできたらと思っているんです。ありがとうございました。はい、今お話ししていただきました山田文明先生、山田文明先生ってよく皆さんおっしゃるんですけど、この方はですね、もう脱北者の支援もされてこられたので、北朝鮮当局から逮捕状が出てまして、日本政府に対して身柄の引き渡しを要求して、されている方です。はい、まあ、それぐらい、北朝鮮から人を救われてこられた方です、ね、だから山田先生のお言葉は重いなと、日本社会まだまだやれるべきことをやってないんじゃないかということです。本当におっしゃる通りだなと思いました。はい、それでは次は特定失踪者、藤田進さんの弟さんの藤田隆さんのボイスメッセージです。お願いします。特定失踪者藤田進の弟にあたる藤田隆です。そうですね、拉致問題は知っている人はほとんどなんですが、その本体、本丸ともいえる特定失踪者のことを知らない、これが拉致問題 の, この本当の深刻さ、重大さというのが伝わらない、そう思いますので、ぜひですね、多くの皆様に、特定失踪者と約900人にも及ぶ拉致の疑いのある、そういう方々が今か、現在分かっていると。で、実際はそれ以上かもしれないし、その数字が最も実態に近い数字じゃないかなというふうに私は思っています。ぜひですね、いろんな機会を通じて、今日もそうですが、その特定失踪者という方々の中身ですね、実態というのをぜひ、一人でも多くの人に知っていただくということを私は望んでおります。はい、ありがとうございました。はい、はい、藤田さんがずっとおっしゃっているように、北朝鮮による日本人拉致の、政府認定者は氷山の一角であって、その氷山の見えない部分ですね、もうその特定失踪者の存在っていうのはまだまだ、本当にまだまだ世間に知られてません。で、今日県民会館の集会の、受付でですね、特定失踪者、家族会から出されました、新刊が出ました、よかったらたくさんの方にお買い上げいただきたいなと思っております。
そちらの、本の中には、まあね、一人一人の特定失踪者の方の、ご事情や、どのようにして、失踪になったかということが細やかに書かれていらっしゃいますので、ぜひぜひ、書店の方でちょっと遅れますが販売になりますのでお買い上げいただけたらなと思います。はい、もしも帰国事業の在日の方々含めたら万の単位で帰国できていないと聞いています。いや、そうですね。もしも在日の人たちも味方にできて一緒に活動できれば拉致奪還の力になると思います。はい、親戚人質に取られているし命の安全揺らぐので在日の方で参加できる人は限られると思いますがと。はい、ありがとうございます。そうですね、実際に在日の方でもこういう活動にお力いただいている方もいます。はい、でもまだねその数としては少ないというのが現実です。次は、兵庫県議会議員の永瀬武志先生のボイスメッセージになります。永瀬武志です、はい。今日は後援団体の救会兵庫の代表として参加をさせていただきまして、午前中のデモと集会の方に参加をさせていただきました。やはりですね、この北朝鮮の実態みんな知ってるはずなのに、知らないことにして、補助金を出し続けて、何か自分はいいことをしているような気になっている、とんでもない人たちがいっぱいいるんだなと思っております。私は私の立場でできる限りのことをですねやっぱりやっていかないかなと思わせていただきました。これからも頑張っていきたいと思いますので皆さん共に戦っていきましょう。はい、ありがとうございました。はい、永瀬先生のお言葉はですね、まあ、この間私県議会の方を傍聴させていただいたんですが、永瀬先生しっかりと長くこの平成9年からですから本当に長く拉致被害者救出のために身を削り関わってこられた思いをですね、井戸知事にぶつけておられました。お気持ちはね、本当に痛いほどわかります。でもね、これね、正論4月号に永瀬先生の記事が、載りましたので、お母さんに誓うと、有本佳代子さんを偲ぶお母さんに誓うと、はい、永瀬先生が原稿の方を書かれてます。今までずっと本当に若い時から拉致被害者の救出のために戦ってこられた思いを書かれておりますので、ぜひ正論4月号お買い求めください。読んでくださいね。で周りの方にぜひ読んでいただけるように回していただけたらと思います。それからですね、次のメッセージは、西村慎吾先生になります。ちょっと待ちくださいね。はい。西村先生の、慎吾先生のね、お言葉に私はもう最後、ちょっと涙がこぼれました。皆さんにもぜひ聞いていただきたいなと思います。西村慎吾です。お名前からお願いいたします。1分ほどお話ししてください。あ、ごめんなさいね。ちょっと止まりましたね。慎吾です。はい。本日の集会は非常に地味な集会でしたけれども、非常に力のある集会でした。まあ、拉致被害者の特定失踪者の全ての写真を掲げて聞いている聴衆とこの雰囲気が無限の憤りを与えてたんだ。無限の憤り、
それは北朝鮮に対する憤りもあるけれど、言葉だけで実行を決断をしようとしない現我が国の内閣に対する政治に対する憤りである。どうも。僕が今ここで武器を持ってたら、あの独裁者を射殺するね。はい、正しい怒りだと思います。今日慎吾先生はめぐみさんの写真を、胸に掲げてデモも参加されておりました。たった13歳の女の子が、本当に年半もいかない、まだ少女の女の子が無理やり、大好きな家族から引き離されて、お父さんやお母さんや、可愛い弟たちに会えなくなって、もうそれから40年以上過ぎるのに、救えない、この国の情けなさと、もしかしたら、それを救ってくれるんじゃないかという支援者と支持者、ご家族の願いを、背負って政権を立てた安倍政権が7年経ってもまだ、取り戻せてないというこの現実に本当に憤っていらっしゃいました。私はもう正しい怒りだと思います。ここで怒れないっていうのは、やっぱりどこか他人事なんだなと、なんてかわいそうな人たちだろう、拉致された人はと思っても、所詮、人事だと、私の家族は無事、日本にいて、楽しく安らかに暮らしてるんだから、まあ、拉致された人はかわいそうだけど、気の毒だけど、それほど真剣に思えないっていう方々は何か正しい怒りを忘れられているように、ようにというか、正しい怒りを忘れられていると私は思います。はい。で、最後ですね、この方は、お名前は仮名になります。仮名で秀樹さんというふうにしておきます。今日このデモも集会もご参加されました。遠路から来られましたの。実は、今から30年以上前に、北朝鮮に拉致されかけた未遂だったんですが、もう危ないというところまで拉致されかけた経験のある男性でした。はい。で、その方のお話を、亀井秀樹さんのボイスメッセージになります。聞いてください。はい、今から約30年ほど前に、北九州の文字の方で、文字の方で、はい、その拉致未遂、北朝鮮による拉致未遂に遭われたという経験がある方にお話をお聞きいたします。今回ですね、はい、今回のこの集会に参加させてもらって、参加させてもらって、まあ、2年前にうちの母が、亡くなったんですけれども、今日の集会を見て、今日の集会というか、その、神戸の、はい、その拉致に関する勉強会に参加させてもらってたんですよね。あ、はい。自分も。はい。もう1年ぐらいになりますけど、まあ、そのようになるんですけども、まあ、その時からずっとこう、自分の中であるのは、やはりその、今日、多分その特定失踪者の数は、まあそれでしょうけど、まだそれ以上の、多分、被害に遭われている方がいると思います。はいはい、でも、その方たちは、両親の死に目に参る。例えばね、自分から見たらその、ご両親とか、ご家族のその、肉親の
まあ、死に目前ですねという形のケースもあると思います。ただ自分の場合はもう本当に感謝で、もう何ですかね、あの2年前にうちの母の死に目に本当にそう、まあ、奇跡的に会えたっていうか、ちゃんとね、はい、お見送りができたってことですよね。そうですね。だからその、だからそういったその失踪者の方々、その被害者の方々に比べたらですね、本当にありがたいという気持ちが、本当自分は、ね、自分はもう本当にそういう知る目に会えたっていうことだけども、はい、ありがたいという気持ちがですね、十分にこう、まあ、それを当たり前じゃなくてありがたいというふうに思われるということは、まあ、それだけ拉致被害というのは、まあ、自分の身にも起きかけたからこそ、はい、うん、そうですね、もう人ごとではない、人ごとではない、実感があるということですよね、はい、もしそのあそこに、うん、そのまま今日のあの、はい、182名の方の中に、はい、もしかしたら漏れてたかもしれないし、はい、実際に、うん、自分の写真があったかもしれないという可能性がね、はい、あったということですね。そしたら親不孝の何者でもない、うん、ないわけ、ね、まあ、意図しないところでも、ね、やっぱそういうことは、ね、はい、望んでいくわけでなくてもやっぱり親御さんにしてみたら、そうですね、ね、家族を取り戻すためには大変な人生に、まあ、お互い親と子供も両方とも大変な人生になってしまった可能性があるということを、はい、実感としてはいらっしゃるということですね。だから早くこの問題が、ね、動くように、はい、解決というのも僕も、はい、問題動き出すように、はいはい、まあ、みんなで一緒に一丸となってやっていかなきゃいけない、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、もしよかったらですね、はい、またその拉致に遭われそうになった経緯なども、はい、もしよかったらまたお聞きできたらと思ってますので、はい、また次回よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、こちら亀井秀樹さんですね。その後この集会が終わりまして。県民集会が終わりまして、ちょっと救う会兵庫の、方の、ご配慮で、まあ、少し、お話で聞いたんですけれども、その時に、来週のツイキャスで北朝鮮の方に拉致されかけた経緯のお話を聞けるというふうに、お約束ができましたので、来週詳しくこの亀井秀樹さんから、どのような形で拉致されそうになったかというもう実体験のお話を生でお聞きしたいと思っております。はい、やっぱり私はかいつまんでお話聞かせていただいたんですが、やはり自分で体験された方のお話はものすごく恐怖でしたね。で、そういう話をしてくださる方っていうのは、三浦先生もおっしゃってたんですけど、やっぱりトラウマになってて、こういう拉致問題の集会に来られることも避ける方が多いそうですし、例えば黒い車に連れ込まれそうになった経験がある方とか、そういう方とお話をされた三浦先生は、その後、車を見るのも怖くなってトラウマになった方もいるというふうにおっしゃってました。なので、この亀井秀樹さん、まあ、ご本名は伏せますが、どのように連れ去られそうになったか、それもね、結構時間をかけて、向こうが近づいてくるという、恐ろしい話をですね、来週、聞いていただきたいと思います。そうですね、今から30年以上前なんだそうです。まだ10代の頃のお話だそうです。詳しくは来週生放送でね、ぜひ。そうですね、よりこさん計画的だったようです。どういうシチュエーションで、そうですね、生々しい話をで、ツイキャスの方でお聞きしたいと思いますので、ぜひ来週ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。
はい、まあ、そういうお話が聞けるのもありがたいなと思います。で、なるほど、そういうふうに、ね、物言えぬ被害者の方になりかけた方ですから、そうやって拉致されていった人がいるのかなというふうに、思いを馳せていただきながら聞いていただきたいなと思います。そうですね、本当に体験談のお話なので、貴重だと思います。で、前に日本キリスト教団の、牧師さんの一森さんからもお話をお伺いしましたが、一森さん今日来てくださいまして、はい、ゆっくりお話もできました。ね、わざわざね、来てくださって、ありがたかったです。はい。そういうふうに、こういうことがあるんだよって、まだこう、ネットに出てない部分も、ツイキャスだからこそお話が聞けるなというふうに思いますので、はい、来週、この配信10時からでお話をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。また、荒木先生の方からも、ブログなどで、今日のデモのお話なども、書かれると思いますし、ニュースなんかで流れたら、ツイッター、フェイスブックの方でシェアしていただきまして、神戸の方でこういう大きな、まあ、今新型コロナウイルスで騒ぎになっている中でも、衛生的に静かに、まあ心の中は皆さん熱く燃えてたんですよ、怒りでね。はい、理路整然と素晴らしいデモと集会ができました。はい。じゃあ今日はデモと集会のご報告をさせていただきました。ちょっと時間が早いですけれども、終了したいと思います。はい。では来週、拉致未遂に遭われた方の体験談の話をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。すいません、早く終わってしまって。はい、皆さんまだまだなかなかね、騒ぎが収まることはありませんけれども、それぞれが公衆衛生しっかり努めていただきまして、あと体がね、疲れが出ないように、抵抗力が落ちないようにしっかり栄養をとっていただきまして、夜もしっかりお休みください。またそれがね、国のため、地方自治体のためになりますので、それぞれしっかり、予防していきましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。